メタ,メタン菌、メタン菌、メタン菌、メシナジェントは、嫌気条件でメタンを合成する個細菌の総称である。英語では、メシナジェンというように、正確な翻訳はメタン生成菌である。メタン生成個細菌とも呼ばれる。動物の消化器官や沼地、海底堆積物、地く内に広く存在し、地球上で放出されるメタンの大半を合成している。分類上は、 すべての種が古細菌ドメインの有利古細菌に属しているが、系統樹上、有利古細菌門の中では、様々な位置にメタン生成菌種が分岐しており、起源は古いと推測される。35億年前の地層、石英中から生物由来と思われるメタンが発見されている。メタン生成菌の特徴は、嫌気環境における有機物分解の最終段階を担っており、 便性菌寄生菌とはいえ、他の子細菌、高度高子用菌や高熱菌などとは異なり、他の菌と共生あるいは、気質の競合の中に生育している。牛の腸内、ルーメンや、数は少ないものの人の結腸などにも存在し、比較的身近な場所に生息する生物として認知、されている。また、おでや、水質浄化における、応用等も試みられている。かつては、 メタン生成細菌と呼ばれていたこともあったが、古細菌に分類されるに伴い、現在は使われない。メタン生成菌は、極めて広範な環境に生育するが、メタン生成によるエネルギー獲得の機質はそれほど多様ではない。一般的なメタン生成菌の生育機質は、二酸化炭素である。しかし、 この他にも多様な炭素源をメタンへと変換できるメタン生成菌も何種類か存在する。例えば、メサナサーセナシアツナのメタン生成菌は、一酸化炭素、酢酸、メタノール、メタンチオール、メチルアミンなどを用いることができ、油性から分離されたメサナロボスシジリーなどはジメチルスルフィドをしかできる。また、メッシナジニアムオーガノファロムは、 1> 第1級アルコールであるエタノールや1プロパノールを利用できる。かつてはメサノバクティリアムオミリアンスキーがエタノールからメタンを生できると考えられていたが、これは後に細菌であるエスキン、エタノールを水素とに酸化炭素に分解するとの強制系であり、今ではメサノバクティリアムブライアンティーと名前が変更されている。また、第2級アルコール、イソプロパノール、 シクロペンタノール、ニブタノールなどを電子共与体として利用するものやメトキシキ、方向属化合物を利用するものもいる。メタン生成菌がメタン生成基質として利用する水素と酢酸は自然環境における基質として非常に重要である。そのため、嫌気環境においてはいくつかの細菌とメタン、生成菌は競合関係にある。また、低級脂肪酸を分解して、 作酸を生成する細菌と共生しているケースもあり、この点で個細菌といえども、高度高使用菌や高熱性個細菌とは異なっている。水素は、嫌気性細菌の有機酸を、電子供与体とした、脱水素反応の産物である。また、ヒドロゲノソームを有する、カビや原生動物などからも水素は発生する。深海熱水耕などからも、 地球科学的に水素は発生しているが、そのような特殊環境を除けば、嫌気的な環境からは、水素が発生していると考えてよい。酢酸は、上に述べたように低級脂肪酸からの分解を含む、発酵の最終段階の反応であり、発酵で得られるエネルギーとしては、最も多い、グルコースから発酵が進んだ場合、pH7 において、モル当たりデルタ G イコール946。 キロジュールマイモル、モ水素と酢酸を利用する他の生物としては、二価鉄を電子受容体として生育する、鉄細菌、硫酸イオンを電子受容体として生育する、硫酸還元菌、硫酸樹を呼吸、そして水素と炭酸塩から酢酸を生成する、酢酸生成菌がいる。モルあたりのエネルギー獲得量をそれぞれ以下に記す。従って、効率は、 鉄細菌が特に優れており、電子受容体として鉄が存在する場合は、鉄細菌が優先する。同様に、硫酸イオンが存在する場合は、硫酸還元菌が優先する。鉄も、硫酸イオンもない環境で、水素が豊富な環境で初めてメタン生成菌が増殖可能となる。ただし、細菌類、原虫とメタン生成菌が共生する場合は、この限りでない。 強制の場合は、嫌気条件下における嫌気性細菌の有機酸分解の効率が低いことを考える。例えば低級脂肪酸を嫌気的に分解すると以下の反応式となる。この反応の標準自由エネルギー変化は、デルタ G イコールプラス48.3キロジュールマイモルト QL ゴン反応であり、酢酸や水素の濃度を下げない限りは起こり得ない反応である。 そこで、メタン生成菌の以下の反応により、蒸気の反応を進行させる。メタン生成菌の水素子化の式と蒸気の脂肪酸分解の式等をまとめると、以下のようになる。この式の標準自由エネルギー変化を求めると、まず脂肪酸分解のプラス48.3キロジュールマイモルは2モル分でプラス96.6キロジュールマイモル。そこへ、 水素子化の1 3 5キロジュールマイモルを合わせ、デルタ G イコール3 8 4キロジュールマイモルとなる。故に初エルゴン反応となり、強制関係が成り立つ。自然界の幅広い生理条件の嫌気的環境に分布。具体的には、故障、水田、海洋、ルーメン、白アリ高調など、指摘増殖温度に関しては、最低が摂氏15度。 最高が、摂氏105度である。淡水からも多くのメタン生成菌は分離されているが、高度高塩性のメタン生成菌としては、メサナアロビアムイベスティゲイトム、指摘増殖、NACL 濃度 4.3M がある。また、メタン生成菌の生育環境によって、他の生物との相互関係により、利用機質が変化する。 メタン生成菌の生育場所として以下の4環境を挙げて説明を行う。炭水体積物は発酵性新生細菌の働きが活発であり硫酸イオンに乏しい。そのため有機物はほとんど二酸化炭素、ギ酸、酢酸にまで分解される。また有機酸を電子共与体として水素も発生するのでメタン生成菌の生育の場としては 理想的である。特に、炭水中では、酢酸の量が多く、炭水で発生する、メタン生成の60%は、酢酸、40%は、水素、二酸化炭素経由である。多くのメタン生成菌が、故障や嫌気症化層から分離されているものの、潜在的なメタン発生源となっているとされる、水田から分離された種は多くなく、 メサノバクテリアム SPP やメサナキリアス SPP などが知られるだけである。これは、水田土壌が農換気に乾燥状態に置かれるため、便性検究性のメタン生成菌の中では特に、酸素耐性が高い種が優勢になり、分離される率が高いからだという説もある。しかし最近では、ライスクラスターといわれる難培養性の水田由来のメタン生成菌が多く分離されている。 海洋中では、硫酸イオンが豊富に存在するために、堆積物中で発生する水素、硫酸、酢酸は、ほとんどが硫酸還元菌によって消費される。そのため、それ以外の気質、例えば、メチルアミン、硫化ジメチルなどをもって、メタン生成菌が生育する。硫化ジメチルは 2μm 以下の低濃度だと、硫酸還元菌が用いるが、高濃度では、メタン生成菌が、 優先的に利用する。腸内で発酵によって生じる酢酸やプロピオン酸は腸によって吸収される。したがって、それ以外の気質である水素と二酸化炭素及び二酸がルーメンでは利用される。発生するメタンのうち80%は水素マイナス二酸化炭素由来、20%は二酸由来である。白アリ工場でも、 ルーメンと同じように酢酸はシロアリに吸収される。したがって、水素マイナスに酸化炭素を利用するところだが、シロアリの種類によっては、水素マイナスに酸化炭素より、酢酸生成菌が酢酸を生まなる。自由エネルギー変化は、酢酸生成系の方が低いが、シロアリ腸内では、酢酸生成菌が優先種となるケースが多い。メタン生成菌の分類に関しては、 国際メタン生成菌分類省委員会によって1988年に基準が設定されている。以下に最小基準を列記する。これら以外にも推奨される基準としては以下のようなものが挙げられている。メタン生成菌より構成されるのはメタノバクテリウムズナ、メタノコックスズナ、メタノミクロビウムズナ、メタノピュルスズナの4ツナである。年には テルモプラズマツナの中にメタン生成を行うものが発見された。いずれも有利古細菌である。一方、2015年にはオーストラリアの海底炭素体水槽に含まれていたバチコ細菌門のゲノムからメタン生成経路が発見された。バチコ細菌門はタック除門やプロテオコ細菌界と呼ばれるグループに属しておりメタン生成菌の起源が 有利古細菌分岐以前に遡る可能性が出ている。主にメタンガスを得るバイオリアクターとしての応用が盛んで、エネルギー獲得型排水処理に用いられている。メタン生成経路は必然的に嫌気性生成物処理となり、活性汚泥法など後期性生物処理と比較すると、次のような特徴を持つ。メタン生成菌は増殖速度が小さいため、 処理水と共に流氷しないよう、近体保持に工夫を凝らした各種のメタン発光リアクターが開発されている。自然環境から大気中に放出されるメタンは、温室効果ガスであり、二酸化炭素の20から30倍の温室効果、地球温暖化への影響が心配されている。二酸化炭素は、現在温暖化の原因として悪名高いが、現状の上昇グラフや、 温暖化への寄与率を考えると二酸化炭素以外の温室効果、ガス、メタンを含むア酸化窒素、オゾン、フロンなどが50年後には二酸化炭素の温室効果を上回ると考えられている。原始地球においてはメタン生成菌によるメタン放出によって地球大気が温められ生命の進化を促したと考えられる。 またニッケルが減少したことによりメタン生成菌の繁殖が抑えられ、メタンの放出がヘディランソ類が登場して、大気中の酸素が増え始めたという説もある。大気中メタンは17世紀以前は一定の量を維持していたが、人口増加や産業革命に伴い増加の一途をたどっている。特にここ50年間で発生量は2倍になっており、これは 水田や家畜などの寄与率が大きいと考えられる。メタン生成菌の関与しているメタン生成量は、ジンダーのデータによると、年間3億から7億トンである。一方、メタン生成菌非関与の生成量は5000万から1.5億トンであるから、その寄与率の大きさは明らかである。汚泥の除去など有効利用が行われる一方、水田や家畜からのメタン発生の抑制を行う。 研究が進行中である。例えば、水田では稲わらをそのまま投入するより、一度発酵させ、堆肥として用いた方が、メタン発生を抑制できるとの研究結果もある。メタン生成菌をはじめ、複数の原核生物が共生することによって、深核生物になり、やがて人類へと進化したという説がある。特に、メタン生成菌を深核生物本体の起源とする。 説を水素化説という。大気の成分にメタンが含まれる惑星や衛星が存在し、地球外生命としてメタン生成菌が存在する可能性がある。事実、初期の原始地球には存在したと考えられ、その子孫が現在のメタン菌であるとされる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。